デザインスプリントを使用すると、プロダクトは顧客インタビューにて改善点を学び、フィードバックを集めるために全サイクルを踏む必要はない。デザインスプリントは、新製品、サービス、または機能を市場に投入する際のリスクを減らすことを目的として、デザイン思考をベースにした時間制約のある5段階のプロセスである。2007年頃、GV で、 ジェイクナップを中心にジョン・ザ・ラッキとブラッテン・コイッツが関わって開発されたものがオリジナルであり、ボストンを拠点とするユーザーエクスペリエンスエージェンシーのフレッシュ・ティールド、ソイルなど多くのデザイナーによる独自の作品を通じて発展した。国内ではこれまでに2冊の書籍が出版されている。GV でのデザインスプリントのコンセプトは UX カルチャーを成長させるというビジョンと、 組織全体にわたるデザインリーダーシップの実践から生まれた。Google 内の複数のチームが伝統的な UX プラクティス、イデオ、スタンフォードザクル、およびその他の様々な分野とは異なる方法で実験した。このプロセスは開発を始める前にチームが目標を明確に定義し、過程を検証し、製品ロードマップを決定するのを支援することを目的としている。 それは学際的ラビットプロトタイピングおよびユーザーテストを使用して戦略的問題に対処しようとしている。この設計プロセスはアジャイル開発サイクルにおけるスプリントと似ている。このアプローチの主張された用途は次の通りである。デザインスプリントアプローチの作成者は6つの重要な材料を扱う適切なチーム、環境、材料、 およびツールを選ぶことによって準備を推奨する。デザインスプリントは以下の6つのプロセスから構成される。ラピッドプロトタイピングの観点から基本的には月曜日から金曜日までの5日間という短い期間で実施することを推奨される。理解するビジネスチャンス、徴収、競争、価値提案を発見し、チームメンバー全員のいるもとで見える化する。 定義する、その成功の測定基準を仮説として定義する。発散する、実現可能性に関わらず、問題を解決するための創造的な方法を模索し、開発し、そして繰り返す。決定する、次の製品サイクルに適合するアイデアを特定し、ストーリーボードを使用して、それらをさらに詳細に検討する。試作する、ラピッドプロトタイピングによるプロトタイプ。 検証する製品の主な対象3から5人に1、1のインタビューを実施する。これはユーザーテストではないことが特徴である。デザインスプリント後の主な成果物、スプリントに関わる人々の理想的な推奨人数は4から7人で、ファシリテーター、デザイナー、意思決定者、製品マネージャー、エンジニア、事業部門担当者。ありがとうございます。